こんにちは。マックサカイのサブチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は韓国風味付け海苔、韓国風味付け海苔の炎の明太キムチ、税込み130円、辛みの苦手な方は注意してお召し上がりください。はい、こちらですね。キムチね、やっぱちょっと寒くなる季節はね、こういう系のはちょっと手が伸びますよね。はい、あ、確かに韓国海苔かもしれないですね。はい、いつもね、この背面に行くときにこう、もう処理できないというか、こんな感じです。まあもちろん見た目海苔なんでね、こんな感じでは、いただきます。韓国のしっかりした海苔の風味があった後に、これあまりあれと思ったんですけど、急にねキムチの辛いのが来ますね。わあ、確かに辛いかも。ちょっとだけなんですけど、かなりきますね。おお、口の中がちょっとピリピリしますね。わずかに甘みあるけど、ちょっと汗がね顔で出るぐらい、なんかもう甘み、もう辛みしか、辛みがすごいですね。おお、辛っ。確かに辛いの好きな人にはいいでしょうけど、そんなにね、すごい辛いのは、まあ普通ですかね。でも程よい辛さの方が僕はね好きかも。いやー、辛っ。これはね、確かに市販の中ではね、かなり辛い方じゃないかなっていう気がしますね。まあちょっと体が温まったような気もしますけどね。まあもしなんかね、具の味っていうか、もう辛みを食べてる感じだったんですよね。なんかもうちょっとなんかね、キムチの味っていうのを楽しめる方がいいかなっていう気もしましたね。はい、というわけでごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。